お、加速するんだあいつ。この無駄な動きをしなければ勝てるみたいだね。了解。入ったら即右かな。 OK、 7倍 OK。 8、よいしょー、 OK、 8OK。 でも8でこんなにきついんだったら10とかやべえだろうな。よし、いけたねー。何分くらいやった？ 10 倍にしてから3分くらい。これでもね、思ったんだけど、今みんな何起きたか分かんなかったでしょ。俺も何起きたか分かんなかったよ、今正直。正直何起きたか分かんなかったよ、俺。この辺からもう見て、もう見えてなかったもん、この辺から俺。とりあえず指だけが動いてたみたいな。よく分かんねえ。よくわかんねえっす。なんか、椅子連れてって、あと逃げてった猫がなんかあんのかな？ね、逃げてった猫がなんか持ってんのかもしんないっすね。多分ね。じゃあもうちょい探索かな？ここはね、タイマー意味ないっぽいよ。あの部屋に入っちゃえばどうやら勝ちゲーらしい。あ、動いてる。青いピースゲットした。青鬼が降りてきた時のドーンって音がすごい、すごいでかくて、気持ちいいね、なんかね。出てこないのかい。もう一回聞きたかったのに。あ、ここに繋がってんだね。あ、ちげえのか。別の青いピースなんだ。じゃあこれはもう、でもここにはめ込むのは間違いないんだね。ほい、ガチャ。あと2つピースを確保してきなさいよってことか。ほっ、 OK。 ここでセーブして、縄ばしごを使って、おお、取って、先にこれでピースゲット。OK。で、セーブして。わあわあわあ。わあわあ。操作難しいんだから。OK。よいしょ。ああ、ずいずい。よいしょ。青いピースはめ込みのセーブシーンの、この部屋でまだ行ってないとこある。でもここ行けないかな。ダメですね、鍵かかったまんまです。どうしよう。ヒント、病室の〇〇。はい、ベッド〇〇だから2文字か。〇〇、ベッド、枕、カーテン。はいはいはい。三角丸四角、三角、三角丸四角五角形。あー、わかった。3045、3045でいかがですか皆さん。5、おー、合ってた、よかった。ここかな。 OK。 うー、出ました出ました。こんにちはーす。え、お前来るのか今回は。どこかな。あ、こいつらちょっと遅いぞ、10倍だけど。きついでも。お、おお、お、いなくなった。なんでや。
オッケー。おー、ピースゲットやった。あ、拓郎？お前なんで生きとるん？こいつ絶対怪しいぞ。こいつ拓郎じゃねえな。青鬼が拓郎の姿になってるだけだ、多分。こいつは信用できねえ。あの状況で拓郎が食われてないなんてありえないもんね。あ、やばい、セーブしなかった。あ、してあった。ラストスパート、もうそろそろ終わり？え？なるほど。なるほどね。そういうことなのね。どうしよっか。この辺で。あ、違うんだ。あの部屋でやんないとダメなんだ。この部屋でやんないとどうやらダメらしい。あ、セーブできねえ。ということは、どこでセーブすればいいのかな？ここでセーブすればいいのかな？どうしよう。どのルートで行く？拓郎クソ早い。終わった。積んだ。積み鬼。何分まで行くのかな、これ。OK、ここで一旦止めて、等倍にし、はい、OK、5分34秒逃げ切るかな、等倍で。いけるかな？危ねえ。さあ、行きましょう。おお、逃げれた。ちゃんと逃げれたわ。あー、逃げれてなかった。拓郎が追っかけてきてた。だから、押して、ここに入りたいんだよね。で、こう行きたいんだけど、あ、鬼が待ってた。それができねえんだよな。牢屋行った方が簡単じゃね？いや、あんね、牢屋行くじゃん？秒数残ってんだ。だから、その後、もう罪なんだよね。どうしようもないんだ。出たら U ターンで戻る。と、さっきみたいに、秒数が加算じゃうんだ。やっぱこれ上行くしかねえよな。でもこれ10倍で行けんのかな。境界部屋行って、その人なりのタンス。10倍でやったの？それ、すごくね？こうでしょ？でもちょっと行けたね。このドアに入んのがめちゃむちゃむずい。ちょっと牢屋行ってみます。いけませんでした。ちょっと牢屋行ってみます。ちょっと速さ下げましょう。今6なんだけど。牢屋やると今みたいな感じになる。で、10倍だから、右行って、まあ、たとえ、牢屋に入れたとしても、左とか、ぐるっと回りきれなくて、食われて死んじゃうから、10倍だと、それはできないから、もうちょい下げる？了解。もうちょい下げて、イメトレ。これ、きついぞ。5倍でも、ギョしきれねえ。このマップ移動うぜ。しまった。いや、そう、上押しすぎ。2倍はいける。お、ここは無理だね。あ、鬼が入ってくる前にやってるけど、え？ダメじゃん、これ。最短、最短、最短。ほら。お、ん？
けてる、いけた、いけたわ、いけた、いけた、いけた、いけました。これを10倍でやれと。マジかー。こうやんなきゃいけないんだよ、こうやんなきゃいけないんだよね。ロイヤー無理だね。つまりロイヤー無理、無理な戦法なんです。これはここまでは絶対超えない。10倍じゃ確実に10倍で通れるルートはこっちな気する、俺的には。まだ可能性があるとすればこっちだと思うんだよね。オッケー、俺こっちの方がいい気する。おっす、おっす。うわー、6倍クリアー。おっし、7倍、オッケー。いや、お疲れ様でした。お疲れ様でした。マジでお疲れ。ありがとう。お疲れ、お疲れ。お疲れ様でした。やったよ。クリアしたよ。ちょっと待って、なんか来た。お前、まだ来んのかよ。もう負けねえぞ。もう負けねえ。ここは負けねえ。え？どういう状況かな？こうかな？どこ？どこに出てるんだ？イエーイ！必死で走ってるうちに街へ出た。化け物はもう追ってきてはいなかった。あの化け物の正体は何だったのか？私にはわからない。拓郎たちは今も行方不明のままだ。おー、今早くて分かんなかったけど、なんかフードかぶってますね。クリアタイム8時間39分。早す、遅すぎ。無敵にするとまた遊べますよみたいな感じですね。いやー、生放送最長だな。2時間43分は今までこんなに生放送やったことなかったわ。さあ、うっす、はあ、はい、ミカが首はねられたところで100倍等倍に戻して、さあ、ショッ、おっせ、ついてきて、オッケー、はい、お疲れ。まず入りまして、ちょっとこれじゃあ遅すぎてやる気が。2倍でいきます。セーブします。何もなきゃないか、入れる、え、何もない、確かあったよね、鍵かなんかが、除光液とか。え、ちょっとあれが変わるの、できること変わる、もしかして。え、そうなの、マジっすか、マジですか？これは。お、ちょっと変わるんだ。ええー、面白そう。あの化け物は一体なんだ？敵は同じことをもう一回やるんだと思ったら、全員あの化け物にケツから食われちまう。そうに決まってる。助かる方は必ず助かるさ。うわー、速攻。え、お前そっちから来るんかい。無理でーす。俺セーブしたっけ？ちゃんとついてこさせて、逃げて、逃げて、はい、オッケー。セーブします。戻ります。短いんだね、やっぱね。玄関の鍵。終了？まさか。まさかね。あ、なんかいる。
たけし、おいやめろ、俺の上にメッセージウィンドウ出すんじゃねえ。ああ、ちょっと待ってくれ。僕だ、たけしだよ。え？最後の人とは会話してみたかったらしい。それよりこいつから聞きたいことがあるそうだ。君たちは何なんだ？なぜ現地の生物なんだ？誰に頼まれた？君たちには何も迷惑かけてなかったのに。何言っても無視か。それじゃあバイバイだ。やめて、やめて、お願いだから。は？逃げるけどね。逃げまーす。やめて、逃げまーす。想像してみろ、お前の脳も僕に食われるんだ。逃げますよー。えへー、なんかいた。青鬼だ、襲われる。強っ。大丈夫かい君、イケメンか。助かったよ。やっぱ町外れにあるお化けが出るという噂の無人の館に行くとろくなことがないね。友達3人死んでるのに冷静だなお前。今回のことでそれがよく分かったよ。はい、お疲れ様でした。今回はまあ途中25倍でクリアしたやつもあったけど、10倍フルで全部クリアできたんで、まあ良かったかなとは思います。ということでね、皆さんご視聴ありがとうございました。チャンネル登録済んでない方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。アディオス、アミゴー。